はい、杉ちゃん、はい、今回2回目終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、今日も6時間ね、早かったですね。そうですね、あ、まあ、でも前回と比べて、うん、まあ、ちょっとね慣れたので。そうですね、だいぶこう効率的に。私たちはね、私たちはね、私たちはね、外がね、ちょっとね、いろいろ邪魔されましたね。邪魔者たちがたくさんいたり、あとこの部屋の中にもね、ちょっと家の中にも邪魔者が、ね、ちょっとね、ひょろひょろって動いたりとかね、まあ、本編ではちょっと綺麗に編集されるヘリコプターありき、ピーポーあり、そうそう、あと規制を上げるわけ、若者、暑いから暑いから暑いから、規制が上がっちゃう。こんなに一発撮りをやってるにもかかわらず、まあ、そういう人たちにも負けずに、ね、今日も無事に終わりました、はいはい、お疲れ様でした、はい、よかったです、ここまで、ね、無事に来て、ね、あと残り3単元ですよ。そうですよ ね、なんか寂しいような、寂しいような感じで、ね、あっという間に出会ったと思ったらもう終わりだよねみたいな感じで、はい、まあまあまあ、また次回もね、はい、よろしくお願いしたいんですけど、まあ、今回3本撮りました、はいはい、印象的だったものとか、うん、ここ良かったよねとかっていうご感想はいかがでしょうか。そうですね、はい、まあ、今回は自分の本の方でね、ちょっと見させていただきますけれども前回ね、はい、人を撮ってしまった。そうですね、はいはい、まあ、今回4章、5章、6章の3つの単元ということで、まあ、ここの中にね、書籍をお持ちの方は見られれば分かりますが、全てに人の心を動かすっていうところがついていて、まあ、今回まあデザイン、まあ、それから集客のための文章とね、それからあと最終的に動画を活用していくっていうことについて、まあ、語っていただいて、うん、まあ、そうですね、まあ、スキルというか、そういう的な部分を少し分析、はい、解説していただいたっていう感じで、まあ、自分としても忘れていたことであるとか、まあ、頭の整理ができたし、で、あんまりそういうことを知らなかったね方々が、なんでそのデザインが大事なのかとか、あとライティングの部分で、はい、動画がいいって言うんだけども、うんうんうん、何が動画がいいのよっていう、うんうん、この理屈がね、はい、まあ、整理整頓されて、まあ、解説されていたっていうところが、まあ、よかったんじゃないかなって思いますね、はい、まあ、あとはまあ毎回ですね、皆さん見られてると、うん、まあ、最初だけ本編をね買うと分かるんですけど、うん、買うと上手な誘導ですね、買うと分かる仕組みなんですけども、はい、毎回衣装がね、あ、そうですね、はい、今回もね、で、まあ、衣装もなんですけども、やはりこのですね、毎回見ててうんと思うのはこの何ですかね、ターバンのような帽子のような、はい、これ毎回結構ね、いろいろこう変わっていって、はいはい、まあ、これが高橋さんのなんかトレードマークっていうかね、うん、そうですね、にもなっているんですけど、うん、はい、これってのはこう結構たくさん持ってる、はい、今日は全種類を持ってきてあります、はい、じゃあ、あらら、すごいですね私この会社の回し物じゃないんですけど、あ、みんな全部一緒ですか、これ。そうです、アバカっていうね、まあ、天然素材の色で染めて作ってる、まあ、サンバイザーなんですよ、一応サンバイザー、こんな感じで、で、サンバイザー的に被るともっとスポーティーに隠れるんですけど、はいはいはい、私は大概こう二重使いにしてるので、はい、こう二重使い、そう、こっち側とちょっと一回外しますよ、2つを組み合わせて、そうこれが1個で、もう1個がこれ、なんで、まあ、急にこう寂しい人になっちゃったけどね、普通の人になっちゃったけど、まあ、だからこれが1個目こんな感じで、うん、やって、でこれをもう1個こういう感じでやるので、いつもだいたい二重使いになってるんですけど、それがこうなんかこうゴージャスというかね、そうですね、まあ、三重使いもできなくはないんですけど、なんかちょっとうるさい感じですね、こう、これ私の色に合う部分を中心に揃えてってるので、まあ、いろんな服に合わせやすいので、ちょっと、まあ、暗めというか、スタンダードラインがこの辺りですよね、ブロンズとかブラックとかネイビーとかで、透け感があるので、なんだろうな、これもちょっとテカるタイプなんですけど、透けた、ね、感じでやっていて、女性すぐやっぱ目つけてくれて、これは一体何ですかとかね、大概寄ってきてよく聞かれる、でちょっと明るい色目のね、ラインナップはこの辺りとか
があって全部でいくつ持ってるこれ全部そうですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9個で実は2個なくしてるんですよ、どこかでそうどっかでね酔っ払ってどうやろうとしてる私は酔っ払ってなんだなくしてるなくしてる酔っ払ってなくすケースが多いんですけど、はい、買い直してるんですよだから使いやすかった色だから、グレーとネイビーなくしたんで、それ買いでこれは金はねあのなんかまあ和風の時とかにこういう組み合わせなんでこれぐらいの色とか持ってると結構いろんな服に合わせられるんでまだ手に入れてないラインナップとかで赤とかねそういうのもあるんで、あとはこの赤と黒とか合わせると結構かっこよくないですか。あいいですねなんか。でこの今日はこの帽子をこの動画を見た方にあげない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 自分で買ってください。アバカアバカの綴りは ABACA みたいな、はい、なんて APA じゃなくてなんだっけパイナップルのやつなんだっけあの人ちょっと忘れちゃったあの流行ったやつ、はいはいはい、であのそうそうそれあげないですけど、はい、あの欲しい人は自分で買ってください、はい、ということですね。百貨店とかでもね売ってるし、あと私の知り合いから私は買ってるので、その方をご紹介することもできますので、はい、LINE アットのトークでメッセージをください、はい、ご紹介させていただきます、はい、ありがとうございます。注目していただいて、ね、帽子だけでもこれだけね、LINE アットみんなね、聞きたがってた人結構多い、この帽子はとか言ってて、その都度私説明してたんで、いいんじゃないかな、わかりました、ありがとうございます、はい、毎度毎度こうピンポイントでいい質問そうやろ、なんかこうねそう作られてるかのようなねこのシナリオでね、はい、そうですね、やってますけど、はい、基本フリートークなんですけどね、フリートークなんですよね、はい、何にもあれないですからね、動画の人たちだからね、動画の人たち上手ですよね、いきなり出てしまう、はい、まあでまあ来週休みで再来週撮影 で、うんですね、全部はい、いよいよ、そしてなんとリリースですね、はい、楽しみですね、なんとかあのリリースまで生きていたいなって、はいはい、生きてるでしょ生きてるでしょ、生きてるできないんでね、はい、私も喉を痛めないように頑張っていきたいと思いますので、はい、また3回目、はい、こんなよもやま話、はい、もう1回ぐらいのお付き合いいただいて、はいはい、ぜひ楽しみにしてください、はい、それではチャオ。